はい、どうも、カンちャルです。えチームトラさんの最新情報ですね。お伝えしたいと思います。えー、本はリンさんとピールさんとマケナーさんですね。えこの3名のものになります。え今日はもうゲッツですね。ビルのゲッツ。えゲッツが、やっぱり、もう DS 側というか、間違い、間違いは間違いないんですけども、まあ、そういういろんな、まあ、証拠というか、え記事というか、そういうのを出てきていまして、それを、えチームトラさんの方たちがですね、紹介しているという内容になってますので、えお伝えしたいと思います。 思いま,すまずはリンさんからですね、えー、アンドリュー・ブラウンはプロパガンダ主流メディアの一員である、えー、ポストアンド・クーリエでチャールストンをカバーするプロパガンダ担当者でありますアンドリューとポストアンド・クーリエの同志たちが私を嫌っているのはとりわけ、えー、私がトラさんを愛しているということと2020年11月のあの時の件の監査のために戦っているからですアンドリューは 悪い行為の,、まあその投票の件ですね、支持しているのに違いありません。現議長のドリュー・マヒシックがアンドリューのツイッターで仲良くしている理由もそれでわかるかもしれません。ドリューは来るべき SCGOP の新議長選挙で悪い行為を行うために全力を尽くしていますと。ドリューはポストクーリエに掲載された彼の幼い言葉をリツイートしています。 SCGOP には、マキシックよりも優れたリーダーシップが求められています。えー、より良くするために真の変革が必要な時ですと。と、えー、そういうことを言っておられますね。なんかマキシックの、ねえー、仲間が出てきたという感じですね、えーで。マキシックは今でも定期的にツイッターに投稿しています。トラさんと私は1月の同じ日にツイッターからあーキックオフされ、禁止されました。私はあツイッター社とジャックですね、共産主義者。 同志による、えー、その行為を名誉の負傷とみなしています。ドリューは2年前に大統領からもらったと思われる手書きの推薦状を自分のホームツイッターにピン止めしています。ドリューは2年前に他の候補者が自分の議長選に挑戦するのを抑止するために推薦状を求めたと聞いています。2021年2月23日、えー、ドリューは自分のツイッターのトップページに同じ推薦状を貼り付け、 今年の議長選挙のための新しい推薦状であることを示唆しました。これは私が3月下旬にアキシックの議長選に挑戦することを発表する1ヶ月前のことでした。これはやや誤解を招くような気がします。あなたはどう思いますかと、えー、いうことですね。だから、ドリュうが、もうトナさんに指示もろてへんのにもらってまんねんっていうようなことをやってるっていうか、あんまちょっと小水定を使ってるっていう感じですかね。うん。 で私が基調への立候補を表明した翌日、えー、マキシックはトラさんが私よりも自分の立候補を支持したと公言しました、えー。早かったです。2021年3月にマキシックが西部アメリカのレターヘッドで支持したとされる2つの異なるバージョンを見たことがあります、えー。マキシックはどちらも自分のツイッターのホームページに掲載していないので、どちらが正しいかはわかりません、えー。ちょっと変だと思いませんか私はトラさんの支持を求めたわけではありません。 私はプロパガンダメディアから激しい攻撃を受けており、私へのプロパガンダ攻撃がトラさんへの攻撃に使われることを望んでいません。さらに、私の発言が敵に利用されてトラさんに不利になるのではないかと心配することなく、真実を語る自由が必要です。私はトラさんとその政策に確固たる忠誠を誓っています。大統領がマキシックを支持したとされることは、私の大統領支持を何ら変えるものではありません。私はトラさんを愛しています。 以前のテレグラムの投稿でツイッターのジャック・カミ同士を、えー、ジェイクと呼んでしまい自分の不完全さを改めて証明してしまいました。 全世界のジェイクに謝罪します私は憲法修正第一条と言論の自由を嫌う人物と彼らの名前を結びつけることで彼らを誹謗中傷したつもりはありませんでした、えー、私は誤りを訂正します私の不完全さを許してくれてありがとうございます私はただの人間ですえー、リンと <laughs> いうことですねえー、間違えて、まあ、ジェイク言うてもてそれジェイクもう全世界のジェイクさんすんませんとえー、そんなこと言ってますね ドリルマキシックになぜ SC 共和党議会が全米で最も進歩的で、えー、左に傾いた共和党議会として認識されているのか誰かが尋ねなければなりません、えー、もちろんそのためにはマキシックが SCGOP のメンバーからの質問に答える必要があります 私が気づいたのは、マキシックがあまりしないことです。私、彼は、バイカーズ・フォー・トラさんを悲劇するようなお決まりのスタンプスピーチの後、えー、部屋を飛び出してしまう癖があります。えー、SCGOP は、マキシックや、えー、ランキン上院議員ですね、のような、理の共和党員よりもいい結果を出すべきですと。 えーってことなんですけど、えー、もう言うことまず毎回同じやし、で、そのスピーチ終わった瞬間も部屋出てしまう癖があると。もうそれはもう癖らしいですね。マキシックはもうそれしかもうできへんっていう、えー、そういうこと言ってますね。ここでいろいろ資料を添付されてました。で、ドリーム・マキシックの支持者であり、リム共和党の英検軍大議員であるベッチー・ラムが、 私がジョージア州弁護士協会からの資格を剥奪されたという内容のメールを広め、公開したことを知りました。これは権限のない第三者に公開された虚偽の抽象的な事実の、えー、記述です。ジョージア州弁護士会が提出した未解決の軽薄な苦情にもかかわらず、同弁護士会の流用会員です。ベッチー・ラムは私に対して全ての嘘を発表した個人や団体に対して、 将来的に私に代わって名誉毀損や誹謗中傷の訴訟を起こす弁護士チームがいることを知らないのでしょうかえベッチー・ラムは調査をしませんでしたえ。私が名誉毀損の訴訟を扱った記録を確認しませんでした、えー。今は適切な時期に訴えられるリストに入っていますと。もう,あもうちょっと落ち着いたらお前も訴えたるからなっていうそのリストがあるんでしょうね、リンさんの中に。すごいね、これ怖いですね。ベッチー・ラムは 嘘を発表した時と同じようにすぐに公然と嘘の発言を撤回するのが賢明でしょうまた将来の訴訟を避けるために私に公式に謝罪するべきですしかしベッチラムは自分で掘った穴から抜け出すほど賢くないかもしれません結局のところリノ共和党のド,ドリューマキシックを支持していますそれが全てを物,が物語っていますと、えー、いうことを言っておられました 愛国者たちは、えー、リンゼイ・グラハムが率いるリノ共和党のマキシックと、彼のリノキャバルに、えー、次期議長選挙での悪い行為をさせるつもりはありません。彼らはファイターです。私もそうです。私の記録を見てほしい、えー。真実はしばしば議論の的になります。多くの人がそれを隠そうとし、多くの人がそれから逃げます。私は真実を語ります。す、え、べ、ー、ての嘘は明らかになりますと。と、えー、いうことを言っておられました。 ジジョージア州弁護士会のプロパガンダメディアと武器化された議題駆動型の苦情処理委員会はデラウェア州の名誉毀損事件における私の資格ですね弁護士資格を取り消されたことを公表し私の法的評判を意図的に汚しました、えー、真実で闇に光を当てましょう私はカーター・ペイジの共同弁護人として名誉毀損訴訟を担当しました 裁判官はクライアントや第三者が私に対して何の申し立てもしていないのに勝手に私の代理権を取り消す申し立てをしましたカーターの訴訟を遅らせないために、えー、私は訴訟記録に残らなくても常に彼にアドバイスをすることができました、えー、カーター氏の弁護士の一人として辞退することを裁判官に伝えました裁判官はそれによって彼の申し立てが無効になることに同意しました 裁判官は私が悪い行為を否定することを正式に記録に残すために辞退する前に法的な、ああ、弁を提出することに同意しました。これで話は終わりのはずでした。しかしそうではありました。えー、続きはまた今度と、えー、いうことを言っておられました。で、デラブヤ州の裁判官が同意した手続きに従って悪い行為を否定して辞退の申し出たところ裁判官はその後私が他の州の職務規定に違反したと虚偽の命令を出し えー、プロハックバイスを取り消しましたデラワイ州の判事は私がジョージア州で軽薄な選挙訴訟を起こし本件で、えー、却下されたと主張しました私はジョージア州の訴訟の原告であり訴状はジョージア州の選挙法を専門とする独立した法律事務所が提出したものですジョージア州での訴訟は私に適格性がないという誤った判断により不当に却下されました 審理されたわけではなく本案で却下されたわけではありません。その後、クラレンス・トーマス判事はペンシルベニア州の選挙事件に対する反対意見の中で私の法理論に同意することを明らかにし、連邦裁判最高裁判所がこの問題を審理すべきだったと述べましたが、サーティオ・ラリー審査は却下されました。一体私は何を間違えたのでしょうかデラバ州の判事は、 えー、ピーベルさんですね。シドニにピーベルが提起した事件のうちの一つで弁論主主意書あ主、弁論主意書にいくつかの間違いがあったと主張したため、カーターの事件における私の、えー、プロハックバイスを取り消しました。それはピーベルが提出した訴訟の答弁書に間違いがあったと主張したからです。し、ピーベルのチームは時間制限の中で仕事をしていたので、いくつかのタイプミスは避けられなかったのであります。 弁護士は答弁書のタイプミスはうっかりミスで、えー、懲戒されることはない。私は PL 事件の弁論主意書が作成していません。私の名前は事件が裁判弁護士を必要とするところまで進行した場合に答弁書に記載された、えー。その事件は私は正式に法廷に認められてもいません。えー、以上ですと、えー、いうことを言っておられました。で、デラバ州の裁判官は 私を中傷するためにプロハック資格を取り消しという虚偽の事実をでっち上げましたなんでデラバヤ州の裁判官がこのような不適切で非道な行動をとるのでしょうかその質問にはあなたに答えてもらいましょうということを言ってますねでねいくつかあの資料を添付されてますね 私に対する偽りの攻撃に反撃するため、悪い、えーまあ、投票の権を暴くために、子どもの,の売り買いとかの、えー、悪い行為に戦うため、えー、そして憲法と権利焦点を守り抜くために、私が従事している戦いを支援するために、えー、ファイトバックをに寄付をしてくださった方々、ありがとうございますと、えー、あなたの支援は私に向けられているかもしれませんが、あなたは、VisaPeople、えー、を支援しています。 我我々々が一人行行くところ、我々は全員で行きます。私は決して皆さんを失望させません。えー、決してやめません、えー。私たちは全能の神のそばにいるので、私たちは勝利するでしょうと。と、えー、いうことを言っておられますね。リーさんはこれで以上になります。えー、次、ピールさんですね。ピールさん行きます、えー。記事をですね、いくつかちょっと紹介されてまして。 あの、D ミニオンの機械ですね。機械でなんか悪い証拠出てきましたよ、みたいななんかそんな、え記事ですね。ご紹介されてたりとか。あと、ジェームス・オキーフさんですね。オキーフさんが、ボックスニュースに出てる内容の動画を紹介されてました。で、D ミニオンの,あの召喚状に応じることを拒否してまして、その、マシンのパスワードですね。パスワードを隠してると。 えー、そういうような、えー、メディアの動画ですかね。それを紹介されてますね。ピルさん、これで以上になります。えー、次、マケさんですね。いきます、えー。ペンタゴンの閣僚主義者な汚職の状態に戻ると。えー、トラさんはあ J の F の、あのー、K の人ですね。が望んだことを継続し、特殊作戦に関する事項を監督するペンタゴンの文官トップを昇格させました。 えー、クリストファー・ミラーとエズ,エズラ・公ーは特にこれらの直前のポジションについていましたよと、えー、そういうような記事をですね、えー、紹介されてますねでここであのゲッツですね、えー、ビルのゲッツと D ・えー、ディーミニオンの,あの親会社ですね、えー、マティックさん <laughs> マティック社ですねの CEO との写真がこうもう掲載されてまして、まあ、その記事を 紹介されてるんですけども、えー、これは、えー、新型コロコロの、まあ、そういうことの内容ではありませんよと、えー、この2人が映ってる内容はどういうことですかねっていう,、えー、いうことですよね、だから、の大統領のあの時の、去年何の,の時の件も、ゲッツは間違いなくかんでましたね、これね、間違いないですね。 なんかすごい意味深やなと思うんですけど今、その選挙の,あの件に関してはいろんな感謝が入ってあれ、これちょっといろいろ出てきてんちゃいますかっていう内容と、えー、このタイミングで、えー、ゲッツが離婚するとかね、えー、なぜ今のタイミングやねんっていうなんかそんなね内容もありますんで。 もしかしたらこれビルのゲッツがもうなんかいろいろやってましたよ言うてもう D ミニオンの機械にビルのゲッツがのサインが全部入ってんちゃうかとか <laughs> これそれはないか <laughs> でもそれぐらいの内容があるからなんかね離婚のつながってくるんとかちゃうんかなとかちょっと個人的にはちょっと思います。 はい、で次が、えー、まだ記事も紹介されてまして、えー、もうここでも,もうビルのゲッツ夫妻ですね、ゲッツ夫妻と、えー、あ,のあの方ですね、エプエプさんですね、エプエプさんとの、えー、つながりが、まあ、あるような記事ですね、えー、デイリーメールさんが出してる記事は紹介されてますね。 だから、これ結構巷でもいろいろね、言われてますもんね。あのー、まあ、そういうエペプのやつやったりとか、えー、中国のね、えー、愛人がおったとかね、なんか語カ国語喋る通訳のね、あやこやとか、えー、なんかそんなこと言われてますけど、まあ、ちょっとこの新品の、信用のね、本当のところはちょっとど,どうなんかわかんないんですけど、まだそのあたりはちょっとわかり次第お伝えしたいとは、ああ、思います。 本日はこれで以上になります。またあの新しい情報ありましたらお伝えしたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。